旋盤の熟練技能者細田康弘さんは、大変高い加工精度が求められるメーカーの研究所で機械加工の腕を磨いてきました。電子顕微鏡、それから電線描画装置、そういったものを作っております。その中で中心にあるのは電子レンズ、これなんですね。この電子レンズは平行度がもうほとんどゼロに近いほどいい、また深遠度がもうゼロに欲しい。深遠度を出すためにもう一番いい条件の時に一番いいバイトを使って加工して、もう1ミクロン以内、もうミクロンオーダーのところまで加工して、もう電子レンズはもう加工精度が命です。旋盤にはさまざまなタイプがありますが、細田さんはまず汎用機、すなわち普通旋盤で基本技能をしっかり学ぶことが大切だといいます。どういう加工状態になっているか、どういう切り子処理になっているのか、どういう仕上げ面が出るのか、そういったものをですね、まず加工しながら目で見て、音で聞いて、振動を見て、そういった五感でですね、見分けることができる。それをですね、自分なりに感じて取る。そのためにですね、この汎用機でまず訓練する、または加工実験をするということが大切だと思います。旋盤による機械加工一筋に50年を超えるキャリアを誇る細田さん、旋盤を職業に選んだきっかけは何だったのでしょうか。実はですね、親がですね、会社に入る、この会社に入ると給料をもらえて勉強ができて仕事が覚えられる、そういった技能者養成所っていうのがありまして、そこに入りました。3年間の訓練期間があります。勉強期間があります。その時にですね、配属が決まる時に自分は旋盤を選びました。この大きな理由は、実は技能五輪の世界大会があるということで、この旋盤でぜひ目指してみたいということです。技能五輪は2年目で国内大会で優勝して、スペインで行われた世界大会でも金メダルを取ることができました。旋盤の熟練技能者といえるのはどのような人なのか、細田さんが考えるその条件とは。まずですね、図面を見たらすぐに加工方法、加工手順を決められる、検討できる。で、それに合ったバイトとか工具とか測定器、そういったものを用意ができる、そういう事前の準備がきちっとできる人、これはやはり熟練者だなというふうに思います。加工中はですね、やはり何といっても集中力があります。もう加工しているときに今現在どのような状態になっているのかを見極めてますね。それで一番いい加工方法、そういうものをいつも見分けながら加工しています。あと、いつも言われているように、無理、無駄、ムラ、そういったものがない加工動作、加工姿勢、そういったものが身についていますね。もう集中力がないといけません。ただずっと集中するってわけにいきませんので、そのポイントポイントによって、しっかり集中して加工する入った時には必ず確認して、よし、そういった気持ちで集中していきます。よく私は言うんですが、加工するときには慎重かつ大胆に加工することが大切だと思います。最後に、旋盤という技能のやりがいとは何ですか。やはり何といっても難しいものを早く正確にできて、よくできたねと一言言われた時が一番嬉しいです。